おはよう。今日楽しみにしてたんですよ、私は。渡部さんとのやつ見たよ。おもろかったよ。ありがとうね、見てくれて。ごめん、今ポテト取ってる。うまっ。っていうことで、今日は待ちに待ったワーキンのね、パイン月見バーガー。照り焼きパイン月見バーガーだったんだよね、去年は。で、しかも去年はパインが1個しかなかったの。でも今年はパインが2個入ってんだよ。いや、どうしようかな。この今出してる2枚のやつもあるし、このショーもあるの。パインが1枚しか入ってないやつもあるの。一応。去年は多分このサイズしかなかった。でかくなって帰ってきたって感じ。まあ、まずでかいやつのパインチキンバーガーから食おうかな。チポトレの方はちょっと辛いんだよ。ってことで。おっきい！去年はこのでかさで食べれなかったんだよ。でかいことに感動している今。いただきます。うん、うん、うまっ。うん、うますぎる。最近ずっとロッテリアのパイナップルのハンバーガーめっちゃ食べてたんだけど、やっぱそれとは違う良さだな。ロッテリアは結構全体的になんだろう、しょっぱいっていうか胡椒とかの味が濃くって、どっちかっていうとロッテリアの方がD の味がすんだけど、こっちはね、こっちで濃すぎなくていいんだよな。こっちレタス入ってるしね。うん、前回と比べて、まあでもシンプルな味になったかな。バーキンっぽい味になった。まあロッテリアに比べるとパイナップルはちょっと固め、バーキンの方が酸味がすごい、ちょっと生パイナップル感がある。でもロッテリアは生パイナップル感ない。本当にもう熟した、もうシロップでめっちゃつけられたパイナップルの味がする。生パインがそんなに超得意なわけじゃない人はロッテリアの方がいいかも。一口ベーコンかじったら全部ベローンって出てきちゃうようなベーコンじゃなくて噛み切れる。そう、薄いんだけどちょっとカリカリっぽくて、うわ今でも、めっちゃ芯が来たな。パイナップルの芯が来ると微妙なんだよな。これ炭火で焼いてくれたらマジで最高だったかもしれない。バーキンならできたでしょ。できなかったのかな。食べ終わっちゃった。でもうまかったー。これでもね、でかくてね、満足感えぐい。今までこのサイズのパイン入りってあった？ない。私は初めて食べた。これ去年食ったバーガーで一番だよ。いやでも、ごめん、本当に正直に言っちゃうけど、去年のあの味の方がうまかったかもしれない。去年の方が好きだったな。いやこれはでも、ロッテリアので舌が肥えてしまったのか、本当にそうなのかがわかんない。じゃあ次、チポトレパイン月見バーガー食べます。これもでかい！チポトレパイン月見バーガーは、さっきのパイン月見の辛いバージョン。去年は味が照り焼きだったから、チポトレでもあんまり辛くなかったんだけど、ちょっと今年は怖い。いただきます。あ、でもうまい。
うん、まあ、ギリギリかな。去年はもうちょっと辛くなかったはず。パインがあるからギリ耐えれてるけど、だからい。照り焼きソースじゃなくて残念。うんだね。照り焼きソースが良かったかな。あ、辛さとパイナップルの相性はめっちゃいい。でもやっぱね、これも食べて思ったけど、やっぱパイナップルが硬いんだよな。こんな硬かったかな、去年。フレッシュなパイナップルっていうコンセプトだったら全部硬いのかも。え、そうかもね。今年は、そういうコンセプトなのかも。自分も今日食べたけど硬かった。え、やっぱりパイン焼きオプション欲しかったな。期待しすぎちゃったから。まあ、それもあるし、ここ最近めっちゃうまいロッテリアのパイナップルのハンバーガーが出ちゃったからっていうのもある。今、バーガー業界の覇権はどこが取っているの？バーガー業界の覇権？どこなんだろう？今月のバーガー業界の覇権は私にとっては、1位ロッテリア、2位バーキンだったね。それは味。うん。味。あ、サブウェイも私大好きだからね。今月はマジで、ロッテリア食べて、あ、ハンバーガー食べすぎた。やばいな。うん、ちょっと食べすぎてるなって思ってサブウェイ食べて、で、あ、昨日サブウェイ食べたし、今日ハンバーガーでもいいかな。で、ロッテリア食べて、あ、食べすぎたハンバーガー。サブウェイ食って、みたいな。うん、サブウェイってマジで、罪悪感ほんといなくてめっちゃいいんだよ。あと一口。うん。ごちそうさま。まあでも辛かったな。去年より辛いし。いや、ちょっとがっかり感がすごいな。あー、私最悪だ。ショーも1個買ったんだけど、チポトレの方買っちゃったんだわ。半分ママにあげるわ。ママも、今ちょっともう話したんだけど、ママと。ママも去年よりいまいちだっつってた。で、今、ちょっとママにパイナップル焼いてもらってるわ。だからその間、これパイナップルパイ食べようかな。これは熟しててうまいんじゃない？ってことでパイナップルパイいただきます。あー、これもこれも結構生っぽいパイナップルがゴロゴロ入ってんな。でもこのパイナップルのここのジュレみたいな、うまい。で、今ママがパイナップル焼いてきてくれたので、ポトレパインチキンバーガー半分いただきます。半分。うん、全然違いますね。焼いたら、まあでもパイナップルの酸味みたいのはなくなんないね、焼いても。なくなんないけど、全然そのままよりうまい。柔らかくなった。もう新感っていうのは減ったね。あとやっぱパイナップルあったかい方がうまいわ。はあ、美味しかったな。で、今回のマーキンのね、出た新作で一番うまいのはこれ、パイナップルパイ。これが一番美味しかったです。私は正直パインよりステーキラッパーの方がうまくなかったか。そうだね、これはガチでうまい。こっち食べた方がいい、みんな。あー、お腹いっぱいだ。食べ過ぎました。今日も摂取カロリーは、うん、今日も摂取カロリーですか。2238カロリー。まあまあまあ、だいたいいつもそんぐらいなんですよね。食べ比べとかしちゃうとね。はい。明日はサブウェイ食べるわ。